ストーリーを楽しむんだってばよ。晴れてアカデミー卒業となったナルト。下人として任務に就くまであと数日と迫ったある日のこと。ついてくんな。なんだってばよ。だからバレバレだっつーの。よくぞ見破ったこれ。さすが噂通りの男。俺、お前の子分になってやってもいいぞこれ。お前、何者なんだってばよ。探しましたぞ、お孫様。こら、ナルト。そのお方は、三代目火影様のお孫さんだぞ。んなの知るかってばよ。お孫様、こんなバカはほっといて、修行に戻りますぞ。火影を目指すなら、忍術、体術、幻術、すべてを体得し、人格的にも優れた忍びとして。ぜ、いない。子分になってやる代わりに頼みがある。火影のじじいを倒した術を伝授してほしいんだ、これ。火影を倒した？夜中に人の家で何をやっとるのじゃ、お前は。お色気の術。うん、何の、うん、お色気の術のことか。それそれそれだ、これ。うわ、そうだ。よし、この浜でお前にお色気の術を伝授してやろう。おっす、親分。よし、まずお色気の術をするためには女というものを知り尽くさなければならない。今からそのモデルになる女の子を紹介するから、ついてこい。おっす、親分。いいか、この浜で、女の人の体の感じはさっき本屋で勉強した通りだ。仕上げは顔だ。あの女の子をよーく観察して、そっくりな顔に変化するんだぞ。これでさくらちゃんの裸が見られるってばよ。だけど親分、顔ならさっきの雑誌にも出てたし、あっちの方が可愛いぞこれ。え、バカ。変化するときはなるべく実物を観察して変化するもんだってばよ。できる忍者はみんなそうやって修行してるってばよ。そうなのか、さすが親分。よし、しっかり観察するぞ。バカで助かった。何を観察するって？ゲック、さくらちゃん、その、さくらちゃんの術はすごいなって話をしてたんだってばよ。嘘ばっかり。私の顔で、あの下品なお色気の術を作ろうとしてたんでしょう。いや、さすがさくらちゃん。このままで逃げるぞ。待ってよ親分。ちょっと待ちなさいよ。このハマルだ、これ。
さくらちゃんごめんってばよ。怖え姉ちゃんだこれ。しないわよ。簡単にやられたりしないわよ。はっ、うっ、千倍にして返してやる。ズマキナルト連弾。ナルト、あんた修行が足りないわよ。Thank you.
よ。殴らせてもらうってばよ。女だからってバカにしないで。Thank you.
まだ追ってくるってばよ。しないわよ。させないわ。荷重影分身の術、暴れるぜ。ああ
ってば強いでしょ。ちゃんに怪我させるなよ。おっす、親分。させないわ。行くぞこれ。はっ。
五代目ホカゲはもらったこれ。これで俺の名前を認めさせるんだ。これヒーローってのは大変だってばよ。
これで俺の名前を認めさせるんだ。これWe'll be right back.
誰にも負けない。絶対守らなきゃ。行くぞこれ。早くみんなに認められるんだ。これこれで俺の名前を認めさせるんだ。これ追ってくるけど、もしかして親分のこれ？うん、ガキの割に鋭いね。しっかにやられたりしないわよ。簡単にやられたりしないわよ。はっ、殴らせてもらうってばよ。ちょっとやりすぎちゃって。
これで俺の名前を認めさせるんだ。これな真似したらこんなもんじゃ済まないわよ。さくらちゃんごめんなさい。もうしないってばよ。念願の忍者として認められたナルト。